レーデーンは2007年3月3日から9月1日までワウワウで放送された日本のロボットアニメ作品全26話原案は1975年から1976年にかけて放送されたテレビアニメ作品勇者ライディーンしかし一部引き継がれている設定要素以外は全く別の物語である主人公 サイカ・ー・キタカがライディーンに乗り込むと、操縦中、降りた後を含めて、全裸になる点は、長者ライディーンと同様。その後、設定変更がなされ、乗り込む時には、全裸のままだが乗り込んだ後には、バトルスーツを着込んだ状態になり、降りた後は乗り込む前の服装に戻るようになった。ライディーンが乗り込む前の服やメガネ、乗っていたバイク等を預かっていて、降りる時に、 それを返してくれるとのこと。なお、その時の効果として汚れたものが綺麗になって帰ってくる。サイガ教授のノートや石板、ライディの腕輪の内側などに書かれている人大文字はライディの登場者にしか読めないとされている。時代は近未来の日本。立国高校に通う主人公、サイガ秋高は失踪した父、匠の遺体発見の連絡により、母、 妹と共に発見現場である黒神山遺跡へと向かう。遺跡の中で意識を失った秋高は黄金に輝く巨人の夢を見る。目を覚ました秋高の手に残された腕輪には甚大文字が刻まれていた。腕輪にこうするかのように突如現れた居住機によって壊されたダムの濁流に飲み込まれた秋高を謎の光が包む。同じ頃、黒神山から 黄金の巨人が現れて、時系対策中の日本における自衛隊にあたる組織。白鷺部隊や北を護衛し、ライディーンの活動支援と謎の解明のために、組織されたスペシャリスト集団。前、田崎の上申書によって結成された。とはいえ、元は資料室という窓際部署であり、メンバーも3人のままである。 第201特殊施設軍事形態が開発した人雷、疾風を運用する部隊。その他の時系体関係者複数の種族の宇宙人からなる組織。雷鈴を捕獲、分析して神にも等しい力を入手するため巨大な宇宙船で地球にやってきた。様々な居住機を作って雷ンを捕獲しようとする。異星人が送り込む巨大メカで 生物的なフォルムを持つものが多い。ライディーンを捉えるために送り込まれるが、ライディーン出現以前から一般の人々にも周知されていた。ファミリー劇場のみ、本編声優陣による実況、予告付きの、裏レーデーンが放送された。画面右上に、画面8分の1ぐらいの大きさで、裏レーデーンのロゴと、画面下に出演者と役名のテロップが表示される。 出演者は以下の通り。角川書店、月刊少年エースにて2007年1月号から9月号まで連載。単行本は全2巻。アニメ版とはストーリーや登場人物に違いがある。c r レーデンは高尾より2010年7月頃に導入されたパチンコ機。スペックにより c r レーデン女子編、c r レーデン新速編。 c r レディーン時計大変、c r レディーン新速編、R2、c r a レディーンフェードイン R2 の5種類。プロダクション IG、フロムソフトウェアとのタイアップにより美しい CG アニメーション演出を実現している。また2014年6月には同じく高尾から勇者、ライディーンとのコラボ作、CRW ライディーンが導入されている。 ボーナスラウンド用に専用の楽曲が使用がされている。ありがとうございます。